第40期放送戦 A2 リーグ司会実況の小笠原直です。そして解説は A2 リーグより河野慎太郎プロにお越しいただきました。河野プロ引き続きよろしくお願いいたします。はい、お願いします。それでは対局へと参りましょう。第40期放送戦 A2 リーグ第6節3回戦投杯の開始です。立ち合いに広島との合図によって対局開始されました。3回戦ちいちゃから立川、なんちゃ古橋、シャーチャ猿川、ベーチャ瀬戸熊の並びです。ドラがいそう。立川の親番手配が映っています。立川は最初1着ときましたが、2回戦で1人沈みの4着ということで、トゥデイがマイナス 11.3 ポイントになっております。猿川さんが連続抜きで20ぐらいいってると、はい、2着1着、はい。瀬戸熊さんもね、1回戦は苦しいななんて話もありましたけども。そうですね、2回戦浮いたんで、あと2回が勝負って感じですかね。はい、ドラが言いそうで、手配はどうでしょうか。4社の手配、瀬戸熊は1メンツ、立川親番でドラが言いそう。こちらもちょっと工夫が必要でしょうか。ドイツが3組、結構2回戦はね、古橋さんのカラーがね、いろいろ出ましたね。ピンズにしたいけど、けどって感じですね。親番だしみたいな、ドラも浮いてるしみたいな、さあ、立川始まった時12位のマイナス 71.8 ということで、間違えましたけど、マイナス 56.8 ですね、はい。なのでまだピンクゾーンには行っておりませんが、ガッと、そうですね、毎年だいたいマイナス80ぐらいに80ぐらいなるんで、まあやっぱりなるべくならね、遠ざけておきたいですよね。はい、今日はねちょっと調子好調かなって思ったからこそね。そうですね、さっきのね2回戦嫌でしたよね、はい、攻めたんですけど、はい。まあただあの自分は、はい、古橋さん褒めていいけどね、はい、結構皆さんチートイツでも決めちゃいそうですもんね。いや、決めちゃうと思いますけどね、初短期の地獄短期を入れてたところから、ところからの数ワン好変化でした。地獄短期にしてたってことは、はいはい、ちょっともうその段階で考えてたのかもしれないですね。ええ、もちろん地獄でね拾えれば上がる、上がったでしょうけど、チートでしたね。ここにもドラが来ます。形的にはどうでしょう。まだ切りづらいでしょうか。切っていきました。ターツは足りてるんでね。あら、チートイツの今イーソーが切れたばかりで、イーソー短期どうなんですか。フルハス危なくない。危ない危ない、しかも訓録ですよ、うん、親番のチートイドラ待ちで、山には1枚残ってる。リアンゾーさん3枚見えないんで、古橋さんもチートイツだから待ちにしたいとこですか。重ねるもあります。切るまではいかないかな。猿川もイーソーは使える。イーシャンテン、イーソー間に合わせた瀬戸熊、立川もタイヤの変化はありますけども、このままイーソー継続でしょうか。相当ね、ええ、いい街にならない限り単用にはしなそうですけどね。立川さんからもね、ガンゾ3枚見えなんで、はい、で急切られて誰も動いてないんで悪くないと思ってると思うんですよね。変えづらいですよね、はい、もうここからは変えなそうですよね。急滝、古橋さんは急がさね、
猿川も様子を伺いながら、現在3段目終盤です。天牌は1名のみ。医者の手は広がりました。どうか。まだありますけどね。瀬戸熊さんは次のドラは打たないかもしれないですね。いいそうですか。はい、もう順目も深くなってきて、積もれない。あと積も2回、電波入らない。こちらも積もあと2回、サルカオン先輩入りません。あと1回、瀬戸熊も電波は厳しそうです。あと1回、先輩入りませんでした。猿川、あとは立川の上がり、古橋の天牌、いかが。先輩せず、トン一曲流曲です。立川チートイツドラ短期一人天牌流曲。親番連チャンつなぎます。今の場の状況だと、はい、全然リーチ打っちゃう人もいると思うんですけどね。闇天で押し切ったのが立川さんらしいですよね。ドラタン切れ、はい、あれ切られてなかったらリーチ寄りになるんですかね、立川さんも。そうですね、うん、直前に切られたっていうのもね、結構大きかったと思いますし、猿川2面つあります。しかも何発といつスピード感がありそうです。立川まだゼロメンツ。さすがの猿川さんも何からはいけませんでしたね。はい、こちらですね、2枚切られて、はいはい、ちょっと遠いですもんね、何泣いちゃったら。そうですね、むしろ相当一メンツ落とすことになりそうですからね。初は古橋の元に1枚、立川の元にも、はい、立川さんにもあります。あ、ドラドラ、おお。こうなると何もあるんでしょうか。そうですね、リファ泣けても肩上がりの9万ですからね、うん、でドラですもんね、はい、時間かかりそうだし。初ポンして電牌取らず、どっちもあります。電牌取らずでした、はい、初一泣きの二枚切れの何統一落としが見れたらスピード感ってどうなんでしょう。速いスピード感、はい、テンパイスチマン初ドラドラ。でも他に役がなさそうですよね、初しか、はい、スピード感は何とも言えないかな。うん、どっちもある。うん、どっちもありそう。打点もどっちもありそうですけど、あ、これで、うん、じゃん、土間ですね、変わらず、はい、土間。さらにリャンワンを引いた時に、はい、イス土間になりますね、はい、これですね、はい、言ってたやつ、はい、嬉しいやつ、イス土間になりました。三面ちゃん今の分2枚増えました。でしかも、はい、しかも相手から見ると、ええ二枚切れの何、リファナ行って二枚切れの何統一落とし、はい、ローマンファンターツ手出しって、何これってやつですね。ピンズの本一行っちゃった、違うか、大事ないピン、おかしいな、相通でもないね、うん、なんだろうね、なんだろうな、気持ち悪いね、はい、って感じですね。見て相手やってる方はね、はい、だから9番だけは切らない方がいいなっていうのはわかります、はい、感じしますよね。
伊豆馬は結構あるんですかね。伊豆馬ありますよね。そうですかね。本前ですかね、はい、ターツの選択だとしたら、だチーマーがちょっとだけ、うん、でもダブルメンツもあるんでね。なるほど、うん、結局通ってない両面筋はどこも切りづらいですね。ツモでした。チーマーのつま上がり初トラドラ千二千のつま上がり1100、2100。と2曲です。古橋の野蛮、ドラは3品、今季7年目の A2 リーグ、古橋隆史。もうそんななりますか。そうなんです。客野さんと多分ずっと一緒に歩んでたんですけど、客野さんが B1 へ落ちてしまって、そして古橋様今上位の争いに入っているとこだったんですが、客野さんを置いて、新たな地へ、旅立とうかと、そうはさせじと周りも、はい、古橋さんは A1 の実況もされてますからね。 A1 になった場合にはという場合には、ね、A2 の小笠原さんがのそれはなんと小笠原さんが今度さ、A1 の人は A1 の実況はできない。まあできないというかやらないですね。やらない。はい、あの立ち合いにもそうですけどね。はい、ドイツリーグはね基本的にはやらないですね。トントンシャッシャ。一メンツ。国士かピンズの本一か瀬戸熊さん。そうですね、はい、はい、そんな感じです、まあ、ピンズ寄りですかね。こちらです、はい、トライ色ですしね。あ、小数紙シャーチャです。小数紙、はい、まだ足りますよ。シャーは大丈夫。トンナンペ山にもありますね。ありますね。小数紙といえばふぅー今季出てますね。出てますね、はい、A2 リーグでね。ああ来ちゃいますね。本当に来た。本当に来ましたよこれ。待って。何がバイチ？山一。はい。ペーも山一。ペーも山一ですね。手配に一枚。ペー捉えたいな。ああでもサルカも伸びてる。どうする？どうするね、3ピン引いたらさすがにね、なんか小数紙じゃなくてもいいかも、はい、3ピン引いたらいいですけど、うん、いやでもあペーが切られちゃった。あこれで大丈夫ですね。こいつよ、もう、はい、物理的にできなくなりましたね、はい、ペーが3枚見えちゃいました。なら切っときます。はい、むしろ早く切った方がいいのかな。そう、いやペーは大丈夫ですか。ペーは大丈夫、はい、安全度が高いですからね、はい、残しておいて大丈夫です。テンパイトラズです。サルカワ、はい、パピーの受け入れも立川はリャンシャンテン。古橋さんドラドラなんですね、はい、チートイツのリーシャンテンでもあります。ラン、うん、メンツテと、ね、チートイツと、はい、サルカンもマンズはいじらず想像を切っていったところ、ドラは3ピン、来たんじゃないでしょうか。来ましたね。ローソーの方が良さそう。ローソー短期闇天9600、説得も止まらない。12000ですね。タイヤを、あ、ごめんなさい、はい、タイヤ大きかった。タイヤをチートイツドラドラ、クインクインクインクイーン、上がりたい上がりたい。いやいいピン、いいピン買えます。ドラそば、ね、ドラそばなんで、はい、買えませんでしたけど、いいそば、いいそばダメか、微妙。そう微妙ですね、はい、イピン
ロスト1枚残ってますもんね。そうですね、はい、ロースト目立っちゃう、目立っちゃう、これは目立つ、私目立っちゃう、これは目立ちます正体が、はい、テンパイが、はい、バレてしまいました、はい、テンパイ告知入りました。想像も切りづらいし、はい、そして瀬戸熊が追いついて東南シャンポンです。ということは立川さんやめまでありますね。ありますね。どんも切りづらいと思えば、いやちょっと嫌ですよね。うん、乱走はダメ、うん、中途半端、あ、今やっぱり、はい、そうですね、やめましたね、はい。トーンナンどうでしょうかね。トーンが今立川さんに1枚ですね、はい、ナンは1枚切れで残ってますね、手にはないんで、うわ嫌なとこ、チーソーいった、これは瀬戸駒もテンパイでしょう。そうですね、うん、掴んじゃった、これ、いや変えますよ、これ多分変えます、変えます、瀬戸駒さんにローソーと、あーでもなんか買えなかった、瀬戸熊さんに何とローソーどっちが当たりやすいかって言ったら、はい、何の方が当たりやすいんで、うん、やめる手もあったんですけど、はい、上がりやすさを取りましたね。夜会本一です、あ、はい、あそこで何に変えてもあの出上がりがねほぼ望めなくなるんで、うん、あ、ローソーの方がちょっと瀬戸熊さんから切られる分、はいはい、だから上がりを見て、はい、攻めの待ち取りしましたけど当たった、当たってしまった、5200、はい、本一約杯、ドラは3品、トーン3曲、猿川親番、いい、いい、2メンツ、悪くはない、はい、トマクマタイムレーダーは何ですかそれ、今それ好きなんですよ、入り口の一歩前です。え、もうですか、はい、全然まだ思ってなかったです。いや、今のは結構ポイント高いですよ、クマクマポイントが入ってますよ今のは。なんか少数値にならなかったし、いや違うんですよ、そのなんですか、古橋さんの親番を潰して、はい、それなりの打点でっていうね、5人で、はい、ちょっとポイント入ってますよ、これ。ほうほう、何ポイントぐらいでなればいいんですか。ね、全長に入るのが80ポイントで、はい、100ポイントで発症するんですけど、はい、今何ポイントぐらい、今ね60までいってます。お、結構来ましたね、あれ結構大きいですよ、ええ、ええ、はい、あと一つ二つですね、なんで、はい、結構次来ると入り口に立ちますね。そのクマクマに入るためには、はい、あ、面前寄りなんですかね、やっぱり泣きというよりは面前寄りというか、今泣いちゃいましたが、あの面前寄りというよりも、あの泣いてもいいんですけど、え、あの相手との距離感みたいなのがあるんですよ、はい、だから相手を、です、相手を、あ、上がりきりましたね、はい、トーンドラ1、2000点です、うん、この親番でほらちょっと、おー、ちょっと楽しみになってきますね、あのなんでつなぎに来たんじゃないですか、はいはいはい、じゃあ60が今70ぐらいやって、はい、扉の一歩手前、いや結構ね、だからこの曲で、はい、いきなり発症するようなパターンもあるし、ただ連チャンを結構意識してくると思うんですよね、これでもね、はい、今夜ね、瀬戸熊さんが見てて、何やってんだバカじゃねえろって思われたらそんなんじゃねえんだよって思われたら、はい、今までの近藤さんのこうそばで見てきた研究の分もありますよね、まあ、研究というか、はい、感じてきた、ね、感じてきたものが、はい、さあそんな楽しみな親番、くまくまタイムというものが、間違いなく瀬戸熊さんはそのクマクマタイムと呼ばれているものを意識はしてるのは間違いないんです、ええ、それは間違いなくて、だからどういう意識でねそこに入ったって思ってるのかとかは、まあそれは、ね、瀬戸熊さんにしかわからないですけど、はい、あくまでね長年見てきてそうなんじゃないかみたいなところですね。ある程度ストレートには打っていくんですかね、そのクマクマタイム、入ったのもまっすぐです、入ったのまっすぐです、ただ入れ方は、いや、いいのか合ってんのか本当に何の話をしてんだか分かんなくなってきて、入れ方は瀬戸熊さんにしか分からないんですよ、はい、本当にその入ったかどうかは、でも今のを見ると第2打パーマンとかは結構手役は見ながら、だから方針を決めてる感じですよね、だからまだ入った感じはないんですよね、瀬戸熊さん自体に打敗選択を見てるとまだのように入ったらまっすぐ上がりに来るんで、
まっすぐ上がりに来て、手垢が勝手についてくるような感じなんで、じゃあここでまた一つ上がりを自分のね上がりをものにすれば、そう、あの手応えのあるやつね、今のところパンマンチーマンと切られていますが、さあターチャはそのタイムを止めることができるか、トーニョン局で、まあ、古橋さんもね、だいぶ瀬戸熊さんの対局を見てきて、そのクマクマタイムというものをね、こう自分の中でいろいろレーダーとして感じてるかもしれませんから、あれコンノさんが喋ってくれなくなっちゃいましたこの注文泣くか、でも泣きやすい形ですね、自然にシャー浮いてますけど、泣かないんじゃないかな、泣かない、シャーがね、あの泣く、古橋さんはシャアがどうにかなってから泣きたいんですよ。うん、誰かが切るなり、はい、自分重なるなり、ティトイツイシャンテサルカ、ここでチュン泣いても、シャアがどうにかならないと、上がりの道が見えてこないんで、ちょっとお荷物ですもんね。そうで、じゃあ無理やり上がりの道を見るために、はい、自分からシャアを切ったとして、はい、でそのシャアに動かれた時に受けれる形でもないというね、やっぱ泣きませんでした、なんですよね、そんな感じだと思うんですよね。じゃあ受け駒にして、はい、安全度を高めると。そうですね、まあ、猿川さんは行く行く、はい、もうちょっとねスピード感ある手でしたらね、え、違うんでしょうけど、ポンテンぐらいなら、はい、まだポンテンぐらいだったらね、あ、順目もね深くなってきてしまいました。そうですね、瀬戸熊の進行具合いかがでしょう。なんかいまいちですな、いまいちですね、不安で考えてるということはくっついたら強そうなんで、はい、見切りましたね、3色は、はい、ここでイーピンを解き放っていきます。チュン2枚目もする、はい、というのも瀬戸熊さんのチュン切り、はい、今イーピン手出しで、自分でねチュンを泣いちゃうと、ちょっと瀬戸熊さんに対してドラも浮いてるしと、瀬戸熊さんもこれじゃねえんだよなって、でもこれじゃねえんだよなって重なりじゃないんだよな、くっつけ欲しかったんだけどなって感じだと思いますね。急いきますか、はい、あ、水槽だ、の方なんですね。あ、イーソーが積まれるかな、はい、積まれる可能性もあるってことですね。で、3アンコになるし、まあ3アンコというか天杯逃さないためじゃないですかね。三蔵、そう、あの三蔵数層あれですけど、偶層でもいいし、老層でもいいしみたいな感じなんで、あ、これはこれはどうするかな、イーソーよりはマシっぽいんですけどね。今が4枚目、あ、でも空切りしましたね、さあ立川がイーシャンテンです。やめました、はい。チートイツドラドラ、猿川は、猿川さんはチートイツ1本ですが、泣かれたくないなって気持ちもあるでしょうか。 そろそろどうだ、入れ、入ったここか、またこっち、これこれリーチありますね、え、さあそうで、はい、リーチあります、町はそこまで悪くはなさそうです。あ、でも闇点か、ドラが見えてない分闇点ですかね、え、役なし闇点、瀬戸熊チートイツ連敗減らない、三層ひょっこり、山荘は山一、残り図も少なくなってきました。これじゃない、やめてん、続行。瀬戸熊さんは天杯取り切れれば OK だと思ってると思うんですね、はい、
これ転売でもちょっとちょっと前進するんですか、ポイントは。のそのままです。そのままですね、はい、分かりました。平行線平行線です、はい、キープです。はい、でも継続はできそうですね、はい、ドラ持ってこないぐらい。そうですね、ドラ持ってきてもあと1回なんで切る価値はありそうですけどね、そこまで強く押してきてる人はいないんで、うん、電波入らない。お、積もった。上がる。考えてるって。一人電波出しなってことですか。そう、電波量とどっちが得か考えてます。これは何。電波、まあだからちゃんと見えてたんですよね。一人電波一人だって。と、いうことはあのシャーも打ったはずですよね、はい。上がらずという選択をして、はい、お見事、3000点の収入を得ました。もし積もっちゃってたら500オール500オール、はい、で1本までね、リーチしてるわけではないですからね、面白い選択ですね。瀬戸熊さんはああいうのは上がる人だと思ってたんで、はいはい、結構意外だったけど、そのとこだけで言えば確かにそうなんですよ。3000点のはね、はい、大きいですよね。一工夫入れてきました。そうですね、扉目の前、白ドイツ。あ、どうだ、ピンズがいっぱい。ただマンズで両面ターツがあります。ブルハシはあまり良くない。続いてサルカワ、サルカワカウマを引いたところ2メンツ3色もあるか。古橋さんはちょっと厳しそうですけど、うん、あ、猿川さんはもういいシャンテですね。で、徳間の親が終わってしまうんでしょうか。関数入りました、リーチ。打点もあるし、はい、リーチ、タンヤオ、ピンフドラ、うん、ウッパーマン。いや、瀬戸熊さんね、本音は行きたいんですけど、さすがに遠すぎるって感じですね。形が悪すぎる。しぶしぶですね、うん、回りますね。積もって2400です。ウッパーマン。ドラが通りました。ああ、当たり配球集、これで4山。瀬戸熊さん、E1 を通る前に押すかどうか。この形だと、これでちょっと行きたいですね。E1 押すようだと、はい、腹くくりますね。はい、ああ、やっぱりちょっと、このリーチ気持ち悪いですね。ヒントはありますか。まあ、3巡目ヒントがないんでね、うん、逆にはっきり。あー、リアンズを通った。あ、でもなんかうまくいってますね。リーシャンテになっています。このままテンパ入ったら1枚 E1 を押すと思うんですよね。はい、こちらカンローマンとカンチーピン。あー、E1 いった。あー、でもやっぱちょっと押し寄りですね。次はトンを勝負と。一応ワンチャンスになって E1 でしたかね。はい、わー、妻でした。高いリーチ、タンヤオ、ピンフ、ツモドラ、2400、2100、4100の妻上がりです。3巡目の早くて高くて町も両面、はい、扉は開かれず親が落ちていきます。さあ、立川の親番です。ドラガリアンソー、3回戦も沈んでいる状況。立川、この親番で連チャンなるか。もう 76.3 ですからね。近藤さんより下に
行ってしまいましたね。現状はピンクゾーンに突入です。でもやっぱりマイナスしてたら嫌ですよね。嫌ですね。なんか直対でね、一節で80ポイントとかはね、全然まくられるし、昔々ね、はい、一節で100ポイントまくられてすぐにこっちにちゃべられて落ちた人がね、いたんでね。はい、いや誰の話かちょっとよくわからないです。私もわかりかねます。噂で聞いただけなんでね、はい、遠い昔ですね。そうですね、遠くもないから2年ぐらい前だったと思うんですけどね。はい、よくわからないですけどね、そういうこともあるんで、やっぱり常にプラス域はキープしていたいですよね。はい、本当直体だと何でもね、条件できちゃいますからね。はい、100あれ大丈夫だと思ってたんですけどね。思いますよ。最終節のね、まですね、それは。そうですね。うん、このエツリーグも全11節狙うは上3枠初がドイツ。立川さんも行って戻って行って戻ってみたいなね、繰り返しをされてますよね。前回が35期の時に A2 から落ちて、で前期で B リーグから上がってきてと。というか B1 あるのはね、本当大変なんですよね。はい、B1 もね16分の8なんで、あ16分の2なんでね。16分の2、8分の1ですよね。うん、なんか何でしたっけ、後期が辛いんでしたっけ。後期落ちが辛いんですよね。そう、あ高級が、はいはい、で今期、はいはい、落ちが辛いのは変わらないんですけど、はい、上がりが一枠増えるんで、うん、後期だけですか。後期だけですね、落ちが辛い分、まあ、それもこのさっきじゃあ持ち越しありましたけど、だけた、はい、A1 の人数を16人増やしていくという段階で、はい、A1 から落ちが2人、うん、A2 から上がりが3人、A2 から落ちが4人、前期で上がってくるのが2人、はい、で後期で2人しか上がらないと A2 は15人しかいないんです。足りない、はい、ということで後期の B2 は、まあ、これも次元的なやつですけどね、はい、当面は後期は3人昇級と。3人です。じゃあここもちょっと狙い時ではありますね。狙い時ですね。後期もありますけども、はい、後期はねその代わり厳しいです。16分の6なんで。そうなんですよ、はい、だから B1 に言い続けるってこともかなりの、そうですね、難しいことだと。藤島さんが最長記録じゃないですか。そうなんですか。多分ですよ、なんか10年ぐらいいた感じがします。10年はすごいですね。落ちもせずに。そうですね、10年。藤島はいっぱい A2 上がって、いっぱい B1 落ちて、そうでした。でずっと B1 の粘って、やっぱりカンパーマン A2 に戻って、はい、で今 A1 ですからね。今 A1 で戦っております。天敗リャンワン、続々と天敗者が出てきました。古橋のリャンマンは本一、カンパンマン瀬戸熊は初という役です。親番立川はまだこの形、真っ向勝負でしょうか。フラッシュ猿川も決まれば大きいですね。ゴロチの3色猿川さん、猿川さんどっちなんだろうな。リーチ行くのかな、ゴロチなったら。なったら、アミテンだと、わー、森山さんはね、切り方が。イシャンテは広がりますが、三色は崩れやすくなります。瀬戸熊さんも次のマンズどうですかね。いけるかな。はい、古橋に対してですね。はい、あ、積もった。その前につま上がりとなりました。純本一、千二千。やめてもおかしくなかったですね。全然おかしくなかったですよね。うん、ただ、立ちも悪いし。ドライ色じゃなくて、他にファンパイがないと3級か。でも自分は先天のカンパーマン、はいね、ちょっと微妙なところですよね。悪いようにも感じます、はい、押していいかな。でも瀬戸熊さんの魅力っていうか強さは、はい、そういうところを超えて勝負してくるね。あ、分かりますね、ところがね、あるんですよね。だからどうだったかなっていう感じがします。
まあ、古橋さんもそういう要素を兼ね備えた選手ではありますよね。古橋さんはちょっと違いますけどね。あ、違うんですね。うん、たまにパーレンチャンをしますという古橋隆プロですなんか WRCR の予選でもなんかやってましたね。ああそうですか。やってましたね。いっぱい本場積んでましたよ。ああ、23,600点。3回戦は古橋さん何か打ちましたっけ。結構沈んでますね。23,600点。そうですね。あ、あの最初に、はいはい、瀬戸熊さんに5-2、あ、本一、はい、役配、はい、あのチートイツの時の先輩からで、あと積もられ積もられですかね、猿川さんにとか、はい、あ、コッパーもあったみたいです。あ、コッパーね、うん、あれこのハンチャンでしたっけ、あの瀬戸熊さんに打ったやつ。瀬戸熊さんが上がったのは5-2、あれこの回じゃないですよね。あと東4局の上がらずの一人転敗。そうですよね。あの古橋さんコッパーってなんか打ちました、誰かに。あ、コッパーは2回戦。あ、そうですよね。あの瀬戸熊さんの闇手のやつですよね、はいはい、うん、立川がペーチャーですね。ペーチャーでパニペイは1枚切れ23,800点の難2局。まあここで一つ1000点でも上がる価値はどうでしょうか、こんなさん。1000点泣いたとてイーシャン点。もう一声欲しいっすかね。2000点。2000点。あの3球で上がれば261ぐらいにはしたいんで、はい、まあ26とかが欲しいっすかね。最低限となると、じゃあまあ面前で仕上げて、そうですね、1まで、あとはドラ引いてきて、どうにかこうにか3色に、はい、なんたらかんたらですね。なんたらかんたら、はい、泣きました、はい、やむを得ず2枚目はポン。これでいい3点、まあ、はい、まあ動いたからに上がりきりたいですね。え、サルカはリャンカンリャンメイン3点。でももしかしたら天敗で、はい、2人天敗1500点とかで親番が動かないでが一番嬉しいかもしれないですけどね。曲数が増えて、はい、曲数が増えて、うんうんうん、自分のね素点が回復してみたいなのが。さあ、イーシャン点が4名でしょうか。4人ともイーシャン点となっています。まず引っ張る古橋、パーマンが入って天敗はリーチ、高めがドラマチ、イッスソ。イッソも悪くなさそうですか。むしろでも持たれてる感はあるんでしょうか。イッソカスマンがズバッと入りました。リアングピン、イッソはそう、イッソはそうですね、はい、あの0か1か3みたいな、あ、4みたいな感じですね。0、1、4みたいな感じですね。あればごっそりやりそうな、はいはい、今回はない方だ。でもスーソー高めのツモです。リーチピンフツモドラ2600オールで、これは嬉しいですね。これは本当に嬉しいやつ、うん、嬉しいやつ。ちょっと跳ねてます。今日もウサちゃんマーク、今日も京都で、はい、前期は封印しておりました、このウサちゃんマーク。あ、そうなんですか。そうなんですよ、39期のレッツリーグは封印しておりました。僕もああいう服欲しいなと思ってね、かわいい、探すんですけどね、サイズがないんですよねで今度はワッペンでつけるんですよ、ワッペンで、ワッペンでアップリケってやつ、アップリケお願いします。さあ、古橋、いい上がり、いい嬉しい上がりを決めました。3-1-4。本局はどうでしょうか。立川さんがまた置いてかれちゃいましたね。親番なくて2-1-2。ドラドラです。前回がマイナス70負けて、今回もここまでピンクゾーンまで来ると立川さんですか、はい、
どうにか粘りたい。黒子の麻雀立川雅弘。さあ、間違えたくないところ猿川、いいシャンテンです、うん、近野さんはうさ耳でもいいですよと。うさ耳普段立ち会いはされている近野さんが大局上にうさ耳で、いや、個人的にはいいんですけどねいやただ破壊力ありすぎませんですね、はい、もう耳にしか目いかなくなっちゃいますね、はい、あの選手がね、ちょっとね、そうですね、集中力を乱すんじゃないかなと思ってね、はい、自粛はしてるんですけどね。チート率も一応ありますけど、とりあえず言わんときますか。トーンでもっと目いっぱい、これは 1,2,3 も一応そうですね、あの2枚切れなんで E1 が、チート率の種でね残してるわけではないので、はい、1,2,3 も見つつですよね。そして猿川さんが、はい、ドラがあんこになっております。なってましたね、タンヤオで、はい、あ、でも最後のドラいけた古橋さん、これはメンツで なんでもなく、ん、泣いたらどうすればいいでしょう。でもリャンマンチーマンポンだと不確定になっちゃうんですか。そうなんですよね、まあ、リャンゾー切ってシャンポンもありますけど、あ、中袋と、はい、でからのマンズの変化、お、これ残しそうですけどね、いっそのことマンズ触ります、いっそストーパーソーみたいな感じ。どうだろうな、面前でね、テンパっちゃえば何の問題もないんで、はい、意外と泣きたくないって牌かもしれないですね。小野さんパースをつもぎり寄りですか。いや、どうだろう、どうなんでしょうね、なんとも言えないですね。キューマンは残さない、リャンマンチーマンが泣けるかがちょっと微妙、ランマンは悪くなさそうだけどチーマンが全くわからないから、やっぱ面前寄りになりそうですね。あ、来た、先に来た、カンリャンピンリーチ日本馬に向けて、リーチペコドラ、追っかけですね、追っかけリーチです、はい、リャンマンチーマンリーチドラさん、武器はドラ、追っかけられるとちょっと嫌、ただリャンピンに手応えはあるでしょうか。いや、相当あると思いますよ、ただもうイレギュラーで立川さんが止めてるんですよねなんだったらもうあと1枚しかない、あらららら、リャンマンが、リャンマンは1枚、瀬戸熊が1枚使ってます。チーマンは、チーマンは誰も使ってない、あ、ごめんなさい、瀬戸熊が使ってる、ということは1対1、今現状1対1ですね、はい、1対1、リャンピン対リャンマン、あとで出てくる可能性どうでしょう、瀬戸熊立川から、あ、リャンマンなくなっちゃった、あ、でもウーワンがね後筋になったんで、安全範囲に急すると危ないですね、ちょっとかもしれないですね、はい、未見リーチですし、はい、親も考えると瀬戸熊さんいいシャンテン、9番まっすぐならパーピンもあるけどやめました、ました、はい、立川ピンチか、チュン、ペンもありますね、はい、すぐにはって感じではないです。あとはリャンピンの行方ですね。そうですね、リャンピンの行方、助けてペイ使っちゃった、急走取ったけど立川さん持ってない、うん、キューマンも持ってない、どうしようどうしよう、うん、ない、ここでない、あ、シャアは大丈夫、そう大丈夫ですね、はい、いけます、いいそう、いいそうもありました、増えました、いいそうだった、ここでリャンピン、ラースハイリャンピン、フラッシュ流りリーチペイコトラ、7700は8000です、サルコアから捉えます、77は痛い、大きいよ、3回戦の難局日本馬に入ります。フラッシュが先ほど77捉えての親番連チャン中、古橋さんも結構瀬戸駒さんの研究はしてると思うんですよ、うんうん、そんな気がします、なので多分来たんじゃねえのって思ってるような気がしてますけどね俺のタイム来たんじゃねえの、手配もそれなりに整っていました、ね、
あとはタージャで瀬戸熊いいですよ。で、はい、古橋さんが、はい、なんとかタイムを意識してたら、はい、ナンは一泣きするんですよ。むしろ、はい、意識してなかったら、あの自分のその通常の手順を踏むので1枚目は泣かないですよね、はいはいはい、泣かないより、うん、泣かない雰囲気なんですけど、はい、どうなのかなと思って、ね、どうなんでしょう、何々タイムだと泣きよりこれ逆に楽しみになってきました今夜瀬戸熊さんがこの放送をチェックするのがおい今度と普段は今度と呼ばれてるんですか。そうですね、苗字で、はい、苗字で呼ばれることが多いですかね、ドラドラです。立川チャンスでは来ましたが、あとは形が整ってくるか。ダルカも3色を見てますか。強く、そうですね、ドラも今ですしね。瀬戸熊は単品系、古橋思ったように伸びません、はい、伸びないから何のポンしちゃおうかなとか、そういう考えどうですか。伸びないからポンするっていうのはちょっと違うんですよね。ほうほうほう、そういう部分ではなく相手との距離感とかそういうことですか、はい、ここでリャンマン、まだゼロメンツですからね。そうですね、うん、立川にチャンスはまだ来ない、うん、いやー難しい。もうチーピンに紛れ、はい、てか何どこ行ったのって感じです。はい、深いじゃないの、はい、これトンシャー重なったらホワイトになっちゃいますね。なっちゃいますね。今シャーが1枚切られました、うん、どうやさ、あでもチピンないですよ、まあ、はい、トン切って、はい、ここで何泣いたら、はい、あのチピン頭にできるんで、はい、フォローができる、はい、じゃあ泣くよりになりますかね。何は泣くと思いますけどね、うん、これ 1,2,3 になりましたね、はい、これで泣きもできる立川です。サロカ飲みません。瀬戸熊も形良かったんですが、そうですね、うん、一応イーシャンテンですか。何から切るか、リャンピンがストレート、うん、ただパーワン3枚見えてて、フォーマン1枚って感じですね。はい、もうポーもありそうですね。瀬戸熊さんあるんじゃないですか、ね、3万400点、古橋の連チャン中、こいこい、はい、泣きました泣きが入ってどこに受けるか。一スソローマンですが、スソとローマンでしか上がれません。運送がね3枚も見えちゃってるんで、あ、なるほど、ちょっとおーローマンがすぐに立川から切られます。単野、うん、を線は1600、ここで古橋の親番かわしていきました、はい、立川にとっても苦しい3回戦になってしまうことでしょうか。あと2曲、猿川の親番です。先ほどはドラさんシャンポン実らず宝珠になって点数を減らしていますが28000点、お立川さんは19600点。立川さん、うん、はい、そうですね、ラス抜けしたいな、ちょっと、まあでもどっちみち万眼鏡が必要ですもんね、はい、なので立川さんやることははっきりしているので、えそんなに手組みに迷うことはないかと思います、うん、やることははっきりしているというのは万眼クラスを狙う、万眼クラスを、はい、作っていくと、
で、マンガンクロスができないときに、はい、妥協して打点を落として上がりに行くのか、オーラスにかけるのか、はい、みたいなねところだと思います。最初はマンガンクロスを狙うと狙いたいですね。ダブナは切らずペンちゃん払い。マンガンクロスとなるとまあドラが1もあるので、うん、単品ドラとか、そうですね、そういうのを狙いつつも、はい、まあ、無理そうであれば、まあ、1000、2000クラスでも、うんうん、っていうところになっていくと思いますけどね。あら、古橋さんがもうくっつきの形になりましたが、ペイちゃんなので、はい、ピーフはつきません。なのでペイのポンもあり得るでしょうか。ペイのポンはしないと思います。しなそうで、はい、しないよりで、しないっす。うんうんうん、ヒートイツは見ません。ヒースオトイツ落とし、タイヤドライチでリーチ打つ感じですかね。立川ですね、立川さん、はい、猿川は、まあ、親を通しても浮きは見えますが、瀬戸熊はリアンシャンテン、古橋さんは、はい、古橋さんはドラを重ねたいですかね。あと、これで目いっぱいになるパーソーですか。リシャンテンです。目いっぱいに構えました。うん、これか。打ちづらいですけど、打ちづらいですね、これは。なので取ってやみたいな、うん、こうしてもやっぱりさっきと変わらないからペイのポンはしない。ペイのポンしてドラ短期で、じゃあドラ短期が上がれるかっつったら嫌です。はい、なので、はい、ペイはポンしないんじゃないかなって感じです、はい、じゃあ3層チーのペッペはまだありますね。ほうほうほう、そっちの方が実際あります。ベイギーリーチです。古橋発生はしませんでした、はい、で親からのリーチ関数層ですね。ドラマチー数層1枚残ってます。おこれは行きたいです。ちょっと行きたいですね。行きたいです。キューピンはワンチャンス行きそうですけどね、うん、わあ、硬い。立川はいかぬ。硬い。これはペイペイですか。ペイペイ。粘りもありますが、ここは一旦ペイペイ。そうですね。通走残り1。ローピンは全然無筋ですね。ウーピンチーピンダブルワンチャンス、逆に気持ち悪いか。あ、でも押しました。ここは行く石。3万2000点。立川さん。テンパ復活役割。これ嬉しいです。3層。現物ではございません。3層、現状ゼロ。うん、粘るってことなんですね。そうですね。ローピン取ったの大きいんじゃないですかね、はい、立川さん単葉で粘りますと。ドラ、あ、これでドラなくなりましたもんね、はい、なので猿川の上がりが山からなくなりました。古橋さんも上がりづらくなっちゃいましたね。なっちゃいました。立川さんの3万も古橋さんあんこなん で、ね、待ち返したらどうでしょう。待ち返しても3万が打ちたくないんじゃないですか、切りづらいですか、古橋さん、はい。じゃあ瀬戸駒さんももう1枚持ってるから山にはない。瀬戸駒さんから出なそうですもんね。はい、あ、う、出ないか。出ないですね。やめました。立川通風路現在3人転廃です。パーピン行ってます。3万ゼロ、通走ゼロ、ゼロゼロゼロの対決、3ピン数字ですよ。来ました。古橋さんの3万が手代わりして出るかどうかですね。ぐらいですね。でももう数万も通ってますしね。そうですね、うん、なかなか買えないでしょうか。順目も深くなってきたしですね。まあ変えないですね。変えようがないか。まあ2万打つかともぎるかみたいな感じですか、うんうん、はい。
徳間さん的にはこれ一人脳天だなって感じですか？いや感じてるんでしょうけど、本音は嫌ですよね誰か降りてくれって、はい、危険杯持ってきてくれ、ダメだ、うん、サブローマに変化入って、リャンピちょっと嫌、かなり嫌、ワンチャンス3ピン通ってないですけど、これ嫌ですね、これは嫌ですね、やめのありますね、ええ、これは嫌です。古橋さん4万点ですからね、打たなくていいような、うん、そうですね、やめましたね、はい、状況です、はい、二人転敗、流局に変わります。古橋が伏せて二人転敗、瀬戸熊は一人の手間逃れました。なあ三局は一本場、教託一本です。花の十七期、猿川雅人翔也館です。十七期これ16期。河野さんの同期は、滝沢さん、はい、ルミさ ルミさん、あとは花岡さん、はい、あ、そうなんですか、書いてました、そうなんだいや花岡さんって関西なんで、そうですね、地方だとまた、あ、そうなんだ、花岡さん16期だったんだ、はい、平岡理恵さん、20年って初めて知られたあと今岡江の北条さん、はい、はい、あとは南里さんとかも、花子さん同期だったんだみたいです。でも男性は3人だけなんですかね、もうね、というか東京はもう2人ですね。そうですね、うん、あでもね、うん、影の同期と言えるのがあと2人いるんですけどね。え、誰ですか？え、あの、まあ、誰かを伏せるんですけど、はい、あの同期で入って1回辞めちゃった人と、あ、同じ時にテスト受けたけど受かんなかった人、はい、もう一回受け直した方と、はい、あの17ね、で受かった人で、その人は17期に1人いるってことですね。まあ誰とかそういうの伏せときますけど、まあ同期みたいなもんで、意外とそういうのもあるんですよねなるほど、はい、17期もザクザクと残っています。今28期も暑いですからね。28期、28期ですよ。28、三浦さん、柴田さん、柴田光平、あ、え、あ、え、柴田、吉川、吉川さん、吉川、はい、へえ、28期ですよ。他は、あ、私も28期でございます。そうか、小笠原さん忘れてました、28期でしたか。あとは菅原博之とか、あーはんはんはん、ビーストに選ばれた菅原さんもね、覚えてますよ、テスト受けに来た時。あと本田さんもですよ。あ、あ、でも、あ、本田さんでも北陸か、受けたの東京で受けたんじゃなかったかな、一緒に。あ、東京で受けたんですか、本田さんって。その時そうだったんじゃないかな。さあ、猿川すそのポン、うん、ドラを持ってきた瀬戸熊。そうなんですよ、当時はね、男女、今ちょっと分かんないですけど、男女別々の試験だったんで、その男性が同期の人が誰なのか全く分かんなくて、あ、会うことがなかったんで。そういう時期もありましたね。そうなんですよ、女性ぐらいでしたね、同期分かるのが当時は。と、猿川さん暴れてますね、暴れてます。4の3色同行で仕掛けてますねでも手の中はまだぐしゃぐしゃです、はい、ね、西島ゆかりさんもそうです。はい、なんかこれぞ猿川さんっていう感じの仕掛けですね。はい、なんか久しぶりに見た気がしますね、はい、今日初めてレベルで、はい、こうやって相手にプレッシャーかけて時間作って、はい、あの転敗をね目指していくって、そこまで上がりを考えてるわけではないと思うんですけど、うん、連チャン優先でね時間を作り、はい、さあ押し返しは、まあ、立川さんですか、ですね、いいシャンテンで、うん、教託一本も大きいですよ。そうですね、うん、さあ、そうはポンが入ってて、そう、そのポンが入っています。
サブローピン3万パーマン両面に変化しますが数万ポンが入ってましたからね。そうですね。つむぎりもありますか。ウーマン1枚目ゴロッチ、難しい。あ、3万ポイントだったし。スーマンの果敢です。あ、ちょっと進みました。イーシャンテン、これ出ないんですけど、はい、もしスーピン出たらどうしますかね。ちょ、三色同行確定だけど遠のいちゃう。そう、テンパじゃないっていうね。ちょっと泣けないんですけど、はい、コノさんは泣くよりですか。な、泣いても面白いと思いますけどね。おほほほ、警戒、周りに警戒させるための、そうしたら完全止めれるじゃないですか。ええ、まあ、あの現物はね打たれちゃいますけど、うん、であとは何か重ねれば OK なんで、はい、転売もできる可能性は残されていると、はいはい、ただスーピン打ってきた人は絶対転売ですけどね。え、そうですね、はい、そこに対してじゃあどうするのと、はいはい、ということですね、うん、しかもやばいですよね、かなりね、かなり、はい、転売入んない。さあ、ルカさんはシャーでもよくてイスピン、チーピン、サブローピン OK です。それでもかなり広いですよね。ピンズなら立川さん、テンパ入れたい。入んない。入りません。ちょっと浮きより初が切りづらい範囲になってしまいましたが、ね、もしかしたらもうテンパも取らないかもしれません。はい、トーンは通っています。サルカーツマート2回、ピンズカシャあと1回。あ、ここにシャが来ました。シャの重なりなくなったところ、立川さんも転売で来ず。どうしますか。まあ一応連続ければねいいですけど、連続ければ 100% テンパることはなくなっちゃう。完全にいくなら連続で良さそうですが、ええ、もうやめるかちょっとテンパ料もらいに行くか、やめになりました。サルカー大テンパ入れた。おー、サブローピンテンパイです。で次が海底ですね。大きいなあ。あ、ないですよ。はい、一人転売です。これは大きい。はい、44。あんなぐちゃぐちゃでしたからね、はい、ぐちゃぐちゃだったから動きやすかったかもしれないですね。どうせ、うん、無理だし、はいはい、さあサルカオ節が一つ決まってドラはペイで手配はちょっとは良くなるか。うん、メンツは一メンツあります。瀬戸熊は白が統一、ここで一メンツできました。立川できメンツはありませんが形もちょっと厳しい。古橋が一番手形はいいでしょうか。二面使わせの両面立つ一組、まあ、とはいえ古橋さんもねこのままちょっとずるずる連チャンされたくもないでしょうからね、はい、ここでねオーラス迎えれば、はい、このぐらいで猿川さんの親は切りたい感じですね、カンサンマンがズワッと入りました。まあ瀬戸君も同じ気持ちですか。ここはサクッと終わらしてオーラス迎えましょうよと。うん、295、1000点で上がったら
まだね瀬戸熊さん羅宗屋があるので、ええ瀬戸熊さんよりは古橋さんの方が、はい、終わらしたい気は強いような気がしますね。ペンサンマンが入りました。イシャンテン、あ、ペンサンピンが入りました。これでもっとポンがしやすくなるでしょうか。ニアンコウ、瀬戸熊さん、どうかな。はい、瀬戸熊さんペイが浮いてます。サイスマカスチマカ、ペイは猿川さんが切ってるんで、あ、これなら大丈夫ですね。やったー、はい、安心感。でもペイじゃないんですね。はい、あの多分スーピンポンしたらペイ短期じゃないですか。ほうほうほう、伊達に、はい、伊達も見たいと思いますんで、で親のね猿川さん一枚切りで特に合わせてもないので、はい、2か0かみたいな感じだと思うんで、はい、じゃあチーピンが来た場合の白のみのパーピン、はい、は闇天よりですかね。そうですね、闇天で取ると思います。なんか立川さん縦が見えてきましたよ。先ほどパースを切って、次は三層イソ、イソは親の現物、次九層、あ、九層2枚入れになっちゃったんですね立川さん、うん、まあ本一に行くんじゃないですかね立川さんは。ニアンコか、ニアンコ、おお、アンコ、急走ないですけど、はい、ウソチーマン、はい、ウソチーマン、チーマンは1枚使われてるだけありますね。3山ぐらいあります、うん、意外に場にはないですもんね。ウソ2枚とチーマン1枚、チーワンが1枚、ああ、ウソいますね、いますね。チョコラカンパーマンの受け入れも残していきます。パーマンが場に3枚飛び、さあ、古橋はピーフのイシャンテン、瀬戸熊この形から変わりません。そうですね、チューンは1枚ひれ、違う、泣きました。ペー短期なんでしょうか。そうですね、地獄短期、はい、白ドラマチ、むしろ地獄の分受けやすいんじゃないですかペン、はい、切られやすいってことですか。そうですね、あ、これはちょっと嫌ですね。リーチは役なしになっちゃって、リーチはあんまり出したくないんですけど、行きました、行きましたか、腹をくくります。スチーマンリーチ、前線に名乗り出ました。古橋トップ目です。そしてペイは現物になっています。ウソ中筋、あ、ウソ泣かなかった立川、もうウソを切っていきます。また立川さん今回は受け寄りってことですかね。急走もないですし、はい、瀬戸熊さんは、はい、結構この古橋さんのリーチ怖くないと思うんですよ。え、なんでですか。まずドラがないじゃないですか、はい、でこの局面で打ってくるリーチってことは、はい、役なし濃厚なんで、ほうほうほう、ドラなし役なしなんで結構怖くないと思いますね。じゃ高め安めがあるケースぐらいですか。まあ、そういうのはありますけどね、はい、確かに絞られますね、はい、そんなに怖くないと思います。どうだ、老僧はいけるかどうか、うん、これは老僧短期に待ち替えです。出上がりはできます、はい、老僧は山ゼロ、スチーマン、サルカンもイーシャンテン中、一枚もうちょっとあってもいいんですけど、ね、そうですね全然ないですね、これ1枚ぐらいしかない。
猿川さん形式転売取ろうか考えてやめましたね。はい、はい、パピンチを考えました。3枚いきます。猿川さん切っています。入ってなし、うん、流局瀬戸熊古橋2人転売で流局です。3回戦オーラスを迎えます。行宅2本の3本は急ぎたいのは古橋さんと猿川さんですね。浮きで終えたい、はい、瀬戸熊さんもこの行宅入れるとこの回の浮きが決まりそうなんで瀬戸熊さんも急ぎたいか。浮き上がれれば浮きですね。そうですね。となると立川さんはある程度打点を作らなきゃいけないので、はい、ちょっと厳しいと。もう一人沈み回避みたいなのはどうなんですかね。そうですね、積もれば、うん、はい、ラス抜けも浮きもちょっと難しそうなんで、はい、一人ね道連れを作るとですね。さあオーラスです。古橋の手配が映っています。メンツはゼロ、あ、一メンツピンズでできています。猿川はメンツゼロ、ちょっと細かい形、もうペンちゃん払い。立川は一メンツ、ちょっと細かいチャンスか。そうですね、2メンツ出来上がった立川。現在トップ古橋です。ドラは数万ですが引っ張っておくんでしょうか馬。おお、形は決めてまずは一メンツ候補。そうですね、一応ターツは足りてるんで、1,2,3,4、はい、古橋さんは結構スピード感はない手ですね、はい、古橋さんもまたリーチは打ちたくない方針ですかね。リーチは打ちたくないと思いますね。そうですね、リーチはあんまり打ちたくないと思います、はい、役割にする。あ、でもこれでピンフが濃厚になってきます ね、 そうですね。嘘頑固になったのは猿川、いいところ引いちゃった。自然はパーソー。そうですね、瀬戸熊さんどうするかな。リーチ打つかどうかですか。はい、高め三色テンペは闇手にしそうだなと思ってるんですけど、こちらこれは取らないですね。これいってらっしゃい馬ですね。ドラギリリーのみになってしまいます。はい、立川もピンフのいいシャンテン。いや、これはやってないかな。一回テンポ取りましょう。まあ取りますね、はい、取るけど嬉しくないやつ。嬉しくないです、役なしです。あ、いつ、いさあよっこり関数あるか。それが一番嬉しいですね。嬉しい。瀬戸君も十分系のいいシャンテン、立川もこれでいいシャンテンは広がりました。あ、ごめんなさい、テンパイですね、ウッパーピーのピー風のテンパイ で、 ドラギリです。どこから上がるとかあります。いやね、瀬戸君さんか猿川さんから上がれればね、なんですけどどうかな、はい、見逃しまでするかな。気になるところではあります。現状は一人沈みで、場所によっては二人沈みとなる立川のウッパーピン待ち。ツモだとどうなんですか。ツモだと猿川さんが限定はありますから、はい、そうですね、はい、猿川が動きました、うん、これは形式テンポイもあるし、ええ、テンパ入れるのが一番の目的だと思うんですけど、うんうんうん、まあ、あと単位以降もねもちろんありますし。わ、フラッシュのつま上がりとなりました。ひょっこり関数嬉しいやつでした。300、500、600、800のつま上がりです。これで猿川さんは原点割っちゃいましたね、はい、はい、ということで
3回戦トップには古橋、2着瀬戸熊、3着しずみで猿川、4着立川の並びで終了です。続いて最終4回戦をお届けいたします。